眩しい日差しが照りつけます。モロッコは港町カサブランカモハメド5世スタジアム。ハッサン2世国王杯は3位決定戦、日本対ジャマイカです。まもなくキックオフを迎えます。今日の審判団主審はマリのマガサシディベカイエさん、副審予備審判はモロッコの皆さん、北堀さん、ヤハヤブールさん、エルアジュンさんです。さあこの日本対ジャマイカ2年前の因縁の対決、風間弘さんの解説でお楽しみいただきます。風間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ツートップで来ました。そうですね、今日は当然戦い方変わりますよね。はい、西澤とジョーのツートップ、もうすでにキックオフの準備。さあ今笛が鳴った前半のキックオフです。日本対ジャマイカです。ハッサン2世国王杯は3位決定戦です。それにしてもつい一昨日なんですが、この同じスタジアムでフランスを相手に2対2です。 PK で敗れたとはいえ、そうですね、いい試合しましたね。はい、ただしフランス戦は相手は攻めてきますんでね、相手の背後にスペースがあった、そしてそこをうまく西澤森島を中心に攻めていったと。今回は逆に相手陣内で戦う時間が多いと思うんですよね。そこをどういうふうに崩していくか、そういう意味では今日はサイドがね、サイド攻撃というのが一つのテーマではないかと思うんですよね。ジャマイカの方は開催国地元モロッコ相手に1対0で敗れて、ともにこちら3位決定戦に回っているわけです。さあ上昇時クロードデイビスがつきます。伊藤照義入れた、西澤か。そうですね、サイドから攻めていくといいと思いますね。森岡、伊藤照義ダイレクト、中田秀俊、さあ中央ツートップ2枚。そういう意味ではね、今日は横からのボールが多くなると思うんですけども、はい、そこに1枚よりも2枚ねいた方がいいと思いますし、2人とも西澤ジョー、ここはヘディング強いですからね。ウィリアムズからここはまた奪い返した西澤、中田秀俊、ジョー、ジョーがいいポジション飛び出してますよね。マイケル・ジョンソンのクリア、タッチライン際です。ジャマイカは監督が変わってから4戦まだゴールがありません、勝利もありません。そのジャマイカを相手に日本、これ内容も問われますね。当然そうですね、前回のワールドカップからどちらがどのくらい要するにチームとして成長しているか、そこも一つ ね見ることができますよね。はい、とりわけこのモハメド5世スタジアムにも大勢の日本のサポーター詰めかけています。アフリカの大地モロッコはカサブランカです。さあそれではお待たせしました、日本のスターティングイレブンご紹介しましょう。ゴールキーパーは久しぶりに川口義勝がスタメンです。3バックは松田直樹、そして森岡隆三と中田浩二が今日は入っています。中盤は中村俊輔、七海博士、そして F マリノスの上野が A 代表ではこれがデビュー戦ということになります。右に伊藤照義、そしてトップ下の格好で中田秀俊ということになるでしょう。ツートップは素晴らしい、フランス戦での2点目ですね、ダイレクトボレーを決めました西澤明憲、そして城庄司、ツートップで来ました今日の日本です。控えメンバーご覧の通りです。2年前のそのフランスワールドカップジャマイカ戦、ワールドカップという舞台で日本の歴史的な初ゴールを挙げた中山雅史はベンチで戦況を見つめています。一方のジャマイカです。ジャマイカは今日は前回のモロッコ戦とはキーパーを変えてきました。アーロン・ローレンスがゴールキーパーです。おそらくは 4-4-2 という格好になるのではないかと思われますが、マイケル・ジョンソン、クロード・デイビス、ディクソン、そしてシンクレア、それから中盤がグリフィス、ヒュー、ダブス、ジャーメイン・ジョンソン、ツートップの形になると思われます。22番のポール・ホールと9番のアンドリュー・ウィリアムズです。小柄なツートップジャマイカです。果たして新体制ラザローニ監督の下で初ゴールをこの日本相手に挙げることはできるのかどうなのか。ともに実は最新の FIFA のランキングでは55位、同じなんですね。そうですね、これも面白いですけどもね。ただやっぱり日本の方がね、全体的には力が上だと思うんですよ。ですからもうジャマイカの方はいかに守って、これも日本がフランス戦相手にやったような速い攻撃ですね、それを仕掛けてくるのが狙いだと思いますので、そこをさせないで相手を攻め崩してしまう、これやっぱり今日ね一つ見てみたいところですよね。はい、選手たちは選手たちなりにその2点挙げられた、はい、でフランスを慌てさせた、しかしその満足感と同時にここをこうしなきゃっていうその後悔ですとか、そうですね、何か課題もそれぞれ持ってプレーをしているんじゃないかと思うんですが、特にねディフェンスね、すごく全体がコンパクトになった時はすごく良かったんですけども、フランスに縦パス入れさせなかったんですけどもね、
あえてラインを上げてしまったとき、あるいは最終ラインでのミスが起こって2点とも入れられてますんで、そうですね、崩されたわけではないんですよね。それがなければ勝てたゲームとも言えるわけで、はい、そういうことですね。ですからそこを逆に今日の試合でしっかり修正していかないと意味がなくなってしまいますんでね。特に逆にいいなと思うのは、今日はそういうラインの浅い時に狙ってくるチームだと思うんですよ。ですからその辺の準備をね、いかにしておくかですね。中田奪った、さあ上へ、ゴールキーパーはローレンスです。このローレンスはそうですね、98年のそのワールドカップで日本と対戦した時にこの試合だけゴールキーパーを務めていました。中田秀俊、上へ、西澤反応、伊藤照義も上がる、一旦返します。代表初戦の上野、同じ F マリノスの中村俊輔、さあ中田浩二上がってきています。中田浩二振り切った、センタリング、いいですね。中にね、人数がかなりジャマイカ多いんですよ、はい、ですから外が薄くなりますんで、そこ今のようにね、早いタイミングでオーバーアップして1対1で勝負と、このサイド攻撃をどんどん続けるべきでしょうね。今は西澤が詰めれば1点もの、クロード・デイビスがかろうじてというシーン、中田浩二からでした。この前はフランス戦は西澤と森島縦の関係でね、点を取りましたよね、はい、ですから今日はジョーと西澤、この横の関係ですよね、横から来るボールが多いと思うんですけども、はい、そのスペースの上げ方、あるいは空中のスペースを使うということでね、点を取ってもらいたいですよね。さあこれは狙っていったか、ジャマイカね、こういう意外性あるんですよね。鋭いシュートはこの左足、ウィンストン・グリフィスです。この人は日本と2年前に対戦した時には帯同はしていましたけれども、メンバーには入っていませんでした。オリンピック代表の世代ですね。ただ最もジャマイカは、オリンピックの予選ではもうすでに敗退をしていますので、出場は叶いません。西澤、上野、今日の布陣、前回のフランス戦もそうなんですけども、西澤倒されました。日本の、はい、J リーグですごく活躍した選手、調子のいい選手を使ってますよね。これはいいと思いますけどもね。優勝した F マリノスの川口、松田、上野、中村、はい、そしてセレッソ、惜しくも、逆転で優勝を逃してしまいましたが、大活躍の西澤が今日は出ています。森島は今日ベンチですが、全て J リーグを、ね、盛り上げたキーマンたちですよね、はい、そしてヨーロッパトリオ、ジョー、中田秀俊、名波も今日は出ています、はい、さあ日本遠目、中田秀俊どう持っていくか。これはどうだ、狙いましたか。狙いましたね。思ったよりもちょっとね、距離感がちょっと違ったと思うんですけども、もうちょっと手前で落ちるか、もう少し強いボール蹴りたかったはずなんですけどもね。ただいいトライですね。ジョーがはたいて、中田、中村俊輔は左サイド、アウトサイドから、ね、今西田がね、うまくボールサイドに1回顔を出してディフェンダーを釣って逆サイド動いたんですけどね。ああいう横の動きですね、横の動き方で自分でスペースを作ると、この辺ですね。この辺もやっぱり西澤が成長したところですよね。しかしこういう西澤のプレーを見るにつけ、今日はジョーは出ていますけれども、はい、他の今ベンチで見ているライバルのフォワードたちはうずうずしてるんじゃないでしょうかね。そうですね、自分も出たいと、はい、カズもいますし、久保もいますし、当然中山もいますしね。あと柳沢もいますよね。そうですね。そして今回フランス戦でそれぞれがお互いの個性を出すというイメージができたと思うんですよね、はい、ですからこの中でゲームがしたいなと思うのは当然だと思いますね。呪文のように言われてきた得点力不足というその呪縛からは、おとといのそのフランス戦である程度解けたという部分はあるんでしょうか。当然そうですね。チームとしてやっぱり点が取れない、そして取れずにいるとまた取れないのかというイメージあると思うんですけども、フランス相手、しかもね、世界チャンピオンですから、はい、そのフランス相手に2点取ったというのはチームのものすごい自信になると思いますね。フランスが本調子じゃなかったという見方もできるんでしょうけれども、当然それはありますけども、差し引いてもやっぱり2点取ったのはね、はい、立派なことだと思いますので。そうですか。チームとしての自信になると思いますね、はい、となると今日のこのゲームはその自信を確固たるものにする、その意味でも大切。そうですね。それと再三申し上げてますけども、はい、試合をする場所が違いますね。全体がね、前ですから、相手陣内でいかに多い密集の中をね、
かいくぐってゴールまで持っていくか、これも一つのいいトレーニングの場所と思いますね。石田を奪って七海上がっています。ジャーメイン・ジョンソンがチェックを入れました。森岡上がっている、上がっている。中田秀俊、森岡オーバーラップだ。森岡にワンツーリターン、さあセンタリングファーに流れてしまいましたが、しかしそこにまだまだあります、ね、まだあります。中村俊輔勝負、ここはテクニシャン、ハローしてグリフィス大きくクリアをします。この、ね、両サイドを破った時に上野、はい、中のディフェンスはね少し混乱してるんですね、ジャマイカ。ですからボールさえ合えばね、西澤もジョーもフリーな場面ありますので点取れると思いますね。七海もかなりポジションを上げてきています。スルーパスの形、中村俊輔。フランス戦もそうですけど、七海のね、このいいタイミング、タイミングのいい上がりっていうんですか、サポートしっかりしながら、しかもなおかつあの行けるときはあの行きますよね。その状況判断素晴らしいですね。それと伊藤、森岡、はい、この右サイドのコンビネーション、先ほど森岡が上がりましたけども、ちゃんとその時伊藤が、ね、戻ってるんですよ。この辺のコンビネーションもやっぱりあの特に両サイドいいですよね。前半の10分30秒です。スコアは0対0。同じ FIFA ランキング55位と同士とは思えない対戦。ジャマイカはまあかなりその海外プレー組を中心に怪我ですとか体調不良で今回の帯同に呼べなかったという情報です。若い選手を中心の布陣、監督があの日本代表と前にフランスワールドカップで対戦した時にはブラジル人監督のシモエンスさんだったんですが、はい、その人が解任されて現在はあのセバスチャン・ラゾローニさんというやはりブラジル人の方が監督をなさっています。であの90年イタリアワールドカップの時のブラジル代表監督をなさったこともある方です、うん、ただその時はブラジルはいい結果を残せませんでした。ベスト16だったですね確か、うん、まあ、当然ね監督があれば同じブラジル人でもやっぱり違うとは思うんですけれども、はい、やっぱりチームの蓄積としてねどのくらいあのチーム力になっているか、それがジャマイカを見てみたいところですし、逆に日本もね今までどのくらい力がこう蓄積されているのかね、そういう意味では本当にいい相手ですよね。ジャマイカはとりあえずこの後に、2002年コリアジャパンのワールドカップに向けた北中米カリブ地区の予選が初戦が7月12日ということで、まだこれからという段階なんだそうです。そうですね、まだまだあのチームの仕上がりと、ね、いう意味では、まあ、本当にあの模索しているところだと思うんですけどもね。そうですか、はい、中田秀俊です。さあそしていい枠ですね、いい形でバックスタンド側、ね、打つキーパーはそれを西澤、城昌司のこの動きです。今日は城がね一度開いたところから縦に相手の背後ですね、うまくついてますよね。バリアドリードの城昌司です。その前の中田もね、ジョーが動いて今だという時に出てきますからね。的確にゴールを捉えて狙っていきましたが、わずかにここは阻まれたプレー。ハッサン2世国王杯3位決定戦、日本対ジャマイカはここまで今のところ0対0です。日本対ジャマイカは0対0。しかし序盤から日本が基本的にはずっと攻勢です。ジャマイカに攻められたシーンありませんね、ここまで少なくとも。そうですね、ですから後ろの、ね、集中もしっかりしていると思うんですよ、はい、それとあの比較的、おっとここはどうだ、ホールすぐ奪います。比較的あの前にスペースがないんですけども、そこをサイドを広く使うことであのうまくね相手を崩してますよね。上野から中村俊輔、さあこれに対して反応して西澤が裏へ走り込む。伊藤照吉、オフサイドでした。今ねちょっとボールは合いませんでしたけども、ここが一つの狙いだと思うんですよ。横からの入るボールに対して2つ、当然一番近い方に今ジョーがいましたから、ボールに近い方に1つ起点があって、もう1つその背後ですね、フランス戦の2点目の西澤のゴールそうですけども、はい、あそこのスペース、要するに2つ狙える場所があるということで、この2トップをね今日は指摘だと思うんですよね。キーパーアーロン・ローレンスからです。今ねファウルになりましたけども、
フランス戦からこの森岡の1対1の強さもう随所で見せてもらってますよね。おっと危ない、キーパー川口義勝、攻めていったのはこちらポールホールです。98年に対戦した時もこの人スタメンでした。まあ、こういう、ね、場面は必ずありますんで、この辺の集中ですね。とりわけジャマイカの2トップは一昨日のモロッコとの対戦ではほとんど仕事ができなかったという、もうあまりに仕事ができないので中盤にまで戻ってもがくようなそんなプレーが見られました。しかしここはちょっと危なかったですね。危なかったですね。ですから今森岡なんとかねカバーをして止めましたけども、要するに松田と森岡、はい、あるいは松田と、今日は中田ですね、はい、この2人の間ですね、関係の間に入られた時、あるいは最終ライン一番逆側の選手の背後に入られた時、この時に誰がいつマークをつくのかというそこのコンビネーションですね、それもすごく大切になっていると思うんですよね。ジャマイカがボールをキープしています。ここはウィリアムズですが、中村俊輔、今日は松田が、ね、積極的に最終ラインの一つ前に出て相手を潰してますよね、はい、まあ、F マリノスでプレーしている時ほどは松田 その攻め上がりというんでしょうかは、やっぱりこれチームが違いますのでないんですが、そうですね、それに必要はないと思いますね。今チーム全体がうまく回ってますんで、そこはもう逆に攻めさせて、チーム全体に攻めさせてあげると、そして自分は後ろをしっかりフォローしていくんだという考え方でいいと思いますよ。まあ、キーパーの川口であり、そして、まあ、はい、ディフェンスの真ん中の松田であり、全体像を見渡す立場とでも言いますか。そうですね、やっぱり一番大事なのはそこだと思うんですよね。そうですか。エスパルスの伊藤照義です。伊藤もかなり高い位置でプレーしてますんでね、やっぱり右サイド、まあ、本来のポジションではないかもしれませんけども、すごく慣れてきましたよね。そうですね、もともとはこのポジションではなかったわけで、代表で初めてやったというふうに最初のうちは戸惑いを話していた伊藤照義ですが、こなしています。さあ中田英寿、フォアキーパーはあっと掴みません、弾いただけ。それに対して寄せる中田浩二、タッチに出ます。ジャマイカのサイドからのボールに対してはかなりこうパニックになりますんでね、どん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 サイドから入れていくといいと思いますね。アントラーズの中田浩二です。中田英寿からのボール、日本対ジャマイカは依然として0対0です。モロッコはカサブランカモハメド5世スタジアム、ハッサン2世国王杯の3位決定戦です。日本対ジャマイカ、前半の24分30秒、スコアは0対0、しかし日本圧倒的な優勢とお伝えしましょう。しかしここはジャマイカがボールをキープしています。あっと簡単に奪います。シンクレアが上がってきたところに対して、このディフェンス、中村俊輔、そして中田浩二へ、オリンピック代表の2人、そしてまあ考えてみればこのアフリカの大地、日本の A 代表がプレーをするのは初めてですが、ワールドユース組はプレーしてますからね、そうですね、場所は全然違うんですが、はい、あとこれはルーズボール、フリーのスペース、中村俊輔スライディング、今ねフランス戦もそうだったんですけど、すごくいい動きするんですよ中村自身ね、はい、ただ僕はもう少しゴールへの意識を持ってもらいたいなと思うんですよね。あ、そうですか。今もう中でもすでにクロスをね考えてたんですよ、ボールをそのフリーで受けた状態で。そうですね、その時にもすでに中に誰に合わすかということを考えたと思うんですけども、はい、彼のシュート力をもってすればね十分シュートレンジなんで、積極的にそこを打ってもらいたいなと思うんですよね。左のアウトサイドをやっているその戸惑いという部分はあるんですか。これはやっぱりねサイドから中に入った時に、はい、どこで打つか、あるいはどこでここだったらクロスを入れるべきか、そういう条件判断って難しいと思うんですけどもね、ただ僕はもう特にこの彼のキックのうまさはねみんな知ってるところなん そうです、ね、どんどんシュートを狙ってもらいたいなと思うんですよね。アンドリュー・ウィリアムズから一旦後方に返します。ダブス、2年前の日本との対戦の時に出ていたメンバーはポール・ホール、それから、シンクレアディフェンダー、そしてキーパーのローレンスという3人です。ジャーメン・ヒューから、ここはジャマイカがなんとかボールをキープ、中田のチェック、ここはヘッドで森岡から、あっとこれは
アンドリュー・ウィリアムズ、松田、まあ、森岡がいいカバーしてその後ね一瞬拾われたかなと思ったんですけど、松田がそこまたねうまく防ぎましたよね。七海です。伊藤照義です。西澤、中田英寿、伊藤照義がもうポジションを上げています。上、伊藤照義、いいですね。今合いませんでしたけども、外から中に入ってくる動き、そしてそこの外にまた選手が出てましたから、これのポジションチェンジ、ポジションチェンジというのはね好きに動くようなイメージがありますけども、必ず同じところに人がいるってことですね。ですからポジションいくら動いてもいいんですけども、元の形っていうんですか、外から中に入ったら必ず誰かが外に出る、そういうポジションチェンジがかなりうまくいってますんでね、今回いいと思いますね。ディフェンスでも今グリフィスに対して七海とそれから伊藤照義の2人できっちりとディフェンス、はい、まあ、これも、まあ、伊藤サイドに置くということで、はい、やはり守備もできますよね。ですからある意味ディフェンス部の、中盤が3人になることもある、そしてなおかつ攻撃もできますんでね、すごくこういろいろ機能ができる中盤ではあると思いますね。七海からのボールですが、ホイッスルが鳴っています。城彰二です。この城もね、その動き方すごく良くなったなと思うのは、常にゴールの方向を向いて外に出てもね、ゴールの方向を向いてボールもらってるんですよ。ここもそうですね、オフサイドになりましたけども、ゴール側に顔を向けてボールもらってますんで、これはもういいと思いますね、外に出ることもね。ただ外側に向いてしまってボールを受けると、はい、やっぱりねゴールを放棄してしまいますので、それのもらい方、タイミングであったり、その方向性であったりっていうのはねすごく上手くなったと思いますよね。その辺はやはりどうですか、微妙にリーガエスパニューラでこう戦い抜く中で体が覚えてきた部分はあるんでしょうか。あるでしょうね。そうですか、はい、伊藤照義から七海、そして上野、松田直樹、今日もキャプテンマーク松田、森岡、相手はもうすでに全員ハーフウェイラインより自陣に下がっています。フラット3はハーフウェイラインだ。中田浩二、さあゴーサインか、ドリブルで上がっていく中田英寿がクロスをする、中央に絞っていった中田浩二、そして上野、裏へ狙ったパス、今サイドね伊藤がうまく背後に出て、でその動きをおとりに使ってね逆をついた面白いパスだったんですけどね、上野ね。依然としてスコア自体は0対0ですが、まあ、このリズムのうちに早く点は取りたいですよね。七海、七海もらって西澤が弾いて狙っていく、これは枠の上、依然として0対0です。3位決定戦、ハッサン2世国王杯、日本対ジャマイカ、0対0で前半の35分を経過。押してはいますが、まだゴールにはなっていません。立ち上がりに比べるとね、少しやっぱり横からの攻撃が減ってきたんですよね。どうしても攻めることができますんで、はい、どうしても縦急いでしまうところあると思うんですけどもね。中田英寿、前は空いている。中村へ、中村俊輔、これでいいですよ。1対1、こうなると俊輔強い、右足でいったか、キーパーパンチング、これもそうですけども、サイドに一度ねディフェンスを散らすと、はい、中のマークって比較的ねフリーになるんですよ。まあ、1対1の場面もできますしね、ここをねついつい真ん中行けてしまうなという感覚で行ってしまいがちですけども、今だからこそサイドをね落ち着いて攻めていくといいと思いますね。しかもサイドからのボールね、キーパーもかなり自信を持ってキャッチに行くんではなくてね、とにかくパンチで逃れてますんで、そういう意味では横からのボールそれほど強くないですからね、どん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 それの攻撃を繰り返すべきですね。中田英寿、上へ、いいですね、ダイレクトの落とし、西澤、マイケル・ジョンソンに阻まれます。グリフィス、ダブス、今完全にね一瞬ですけども、中田からねいいパスが出て2対1の場面できましたけどね、そしてまた中田から上へという、本当に相思相愛のホットラインとでも言いましょうか。そうですね、息合ってますよね、
上野ここまでどうですか。やっぱりね安定してると思いますし、七海同様ねすごくそれほど目立ってないですけども七海よりはね、ただ全体を非常に考えてポジションを取ってるなと思いますね。あそこのポジションで無理のないプレーを続けてますよね。これすごく大切なことなんですよ。なかなかボールを渡しません。こちらグリフィスです。さあ日本フリーキックのチャンス、やや距離はありますが中村俊輔、中田秀としてまた何か意思の確認。影が随分伸びてきましたこのカサブランカ。俊輔いった、これはキーパーの正面でした。ちょっとボールが浮きすぎましたけどね。小首をかしげながら中村俊輔戻っていきます。依然として0対0、押してはいるんですがゴールはまだです。さあジャマイカ、ただジャマイカもね点を取られてませんので、はい、続いてますけども、これ1点入ったらねいろんな形できるかなと思いますね。その1点をねどう誰がどういう風にしてもぎ取るか、はい、ここですよね今日のポイントは。お楽しみはじゃあ後に取っておくというか待っておこうというところなんでしょうか、見る側としては。そうですね、本当はもう早く取ってもらいたいんですけども、ね、そうですね、はい、まあ、現にジャマイカはおとといのモロッコ、地元のモロッコとの対戦では前半は 0-0 で折り返して、で後半の15分でしたかゴールを決められてという、そんな試合をしてきています。このチーム事情ではそれなりにいいゲームだったが点は取れなかったというふうに地元の人たちは評価をしているんですが、そうですけどこのサッカーをしたらね疲れると思いますよ。伊藤照吉がこっちに来ている、これもポジションチェンジですよね。中村が右サイドに行って伊藤が左サイド、ただどちらもワイドな選手がいますからこのポジションチェンジは OK なんですよね。さあこれは飛び込んでなんとかクリア、そしてジャーメン・ジョンソンが大きくヘッド、しかし拾います、上野拾います、ここも上野いいポジションいましたよね。中田浩二からもう一度受ける、さあ中田ひととし走る、そこにスルーパスが出ていく、左のサイドそのままドリブルでいくか、マイナスで折り返していく、飛び込んでくるかどうか。中田も積極的に両サイドに飛び出してチャンス作ってますよね。最後はバックスタンド側に回っている中村俊輔が飛び込んでというところでした、はい、伊藤照吉と中村俊輔はこの局面は左右のサイドを入れ替えてのプレーです。相手がね最終ラインかなり人数増やして守ってますんで、はい、このようなポジションチェンジ、それで相手のマークを攪乱する、これはすごくいいことだと思いますね。まあ、ディフェンシブな相手というのはアジアの予選などでよく日本代表が対戦する相手でいがちなパターンなんですけれども、はい、そうですね、そういう意味ではすごくいいと思いますし、まあ、選手ね今後はかなりいろんなことを考えてるんじゃないかと思うんですよね。そうですか。ただ身体能力というのがこのアジアの人にはなかなかないこのしなやかさ伸びやかさとでもいうか、あっとこれはカウンターの形、シュート打っていった、大丈夫ですかね、枠は捉えていませんがちょっと危ないプレーでした。ここは松田直樹と川口義勝、横浜 F マリノスを支える縦のライン、まあ、危なかったですけどもやっぱりこのディフェンスラインね一つだけ欠点があるとすれば上がった時ですよね。上がった時、上げた時に準備をしておかない、中盤でプレッシャーかからない時に一つのパスでピンチを招いてしまうと。コーナーキックです、ジャマイカ。あとこれはどうしたんでしょう、ファウルですか。そうですね、あっさりとこちらポールホールですが、コーナーキックのチャンスがついえてしまいました。今日の主審はマリのマガサ・シディベカイエさんです。前半のまもなく41分、スコアは0対0。さあいつ均衡を崩して日本がどうでしょうね、ゴールラッシュということも考えられるんでしょうか。十分あるでしょうね。そういう意味ではできるだけ早い時間にね、はい、点を取ってもらいたいんですけどもね。前半のうちに均衡が破れるかどうかというあたり、そうですね、浮かせたボール、これは長身のディクソン、キーパー出ます。伊藤照吉はまた右に戻っています。キーパー2年前と同じアーロン・ローレンス、29歳になりました。身長188センチあります。中田秀俊、はい、相手を休ませずにどん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 サイドから攻めたいですよね。中村俊輔ヒールで七海へ、うっと小競り合いになりました。ウィリアムズ、フォワードのウィリアムズがこっからですが、ここは上野、七海が上がれば上野が中央の位置待ってるんですね。このコンビネーションもいいですよ、逆もありますしね。
中田英寿です。今日はあの相手が下がってますので前線の2人の選手にボールを入れられないとき中田がその中間で、ね、いい起点になってるんですよね。そして木を見て両サイドに飛び出していく、これチャンスかなりできてますよね。そして一昨日のフランス戦もそうですし今日もそうなんですが、はい、中田英寿だけが目立つ試合ではないというあたり。そうですね、やっぱりそれがチームだと思います。そして彼には一番肝心なところで働いてもらうと、それが僕は一番いいことだと思うんですよね。で当然彼のキープ力であったりアイデアであったりパス能力だったりそういうものをどんどんチームで生かす。ただそれは常に彼がボールを触っているということではないと思うんですよ。いかにいいところで、はい、いかに大事な場面で仕事をしてもらうかと、それがチーム戦術ですからね。まあ、ずっと持っていれば当然相手のマークもきつくなるでしょうし、はい、そうですね。キーパーからのリスタート、あっさり日本ボールのスローインに変わります。前半の43分を経過。こちらはジャーメンヒューです。森奥から中田英寿、少し下がり目のポジショニング。伊藤照義、中田浩二、中村俊輔。あの最終ライン松田はそれほど上がってませんけども、その分特に左サイドで中田が上がってますよね、はい、中田浩二がね、はい、そういう意味ではすごく後ろからもう後ろ守ってますから後ろから来るフリーな選手すごく効果的なんですよね。相手のマークを本当に攪乱するという意味ではね。フランス戦では出番が回ってきませんでしたが今日は先発中田浩二、その左サイド上がっていって決定的なセンタリングですとかあるいはシュートを狙っていたシーンもありましたし、そうですね、今日はまあこういう展開になってますんでやっぱり彼の攻撃力、はい、ここも一つ勝ってるところだと思うんですよね。ここは七海技ありの反転からのスルーパス狙いましたが相手に阻まれました。上野、七海へ、うっと流れます。ボールホールか、いやこれはジャーメン・ジョンソン、いけないダブス、うん、今ね中村が自分のポジションを崩していったんですけども、はい、七海が間に合いませんでしたんでね中に入って攻撃を遅らせましたね。さあ奪った、ジョーから西澤、どうだ、ギリギリクロード・デイビスの足。そうですね、シュートまで持っていけませんでしたけどもこれでいいと思いますね。相手はあの最終ラインで1対1になってもそのままついてきますんで、これ、ね、西田が今背後をつきましたけどどん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 相手のラインを下げるという意味では今のように引っ張っていくべきでしょうね。ジョーからのパスも、そうですね、いいパスでしたね。ここもねすごくコンビネーションうまくいってますね、はい、ジョーが、まあ、西田が引いたらジョーが裏に飛び出す、ジョーが引いたら西田が最前線にいると、このコンビネーションはすごく大切なんですよ。ロスタイムに入っています。日本対ジャマイカ、ハッサン2世国王杯の3位決定戦です。中田簡単に叩く、上行く、タッチに逃れた格好、リンバル・ディクソンです。今もそうですよね、西澤があの中田の近い位置にボールを受けに行ってその背後を上と、ボールは合いませんでしたけどもあのポジションの関係が必要なんですよね。中田英寿、ディフェンスがかなり下がっている、どうだ、これは中村俊輔キーパーです。いいですね、もうね、シュート力ありますからね、今のようなシュートをどん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 打ってもらいたいんですよね。先ほどおっしゃっていた例えばこういうプレー、はい、そうですね、完全にしかしジャマイカのディフェンスもうみんな下がった状態で普通前が空いてないっていうイメージになりがちなんですけども、はい、中村打っていきましたね。ですから一歩引いた位置からシュートを打っていく、そうすると当然ですけど次はプレッシャーをかけてこなければいけなくなりますよね。最終ラインがそうなると背後が空くという意味ではすごくあのシュートを繰り返すことがあの後々効果を生んでくるんですよね。攻め手がないかジャマイカ、ジャマイカ疲れてきましたね。グリフィス追い詰められます。ここはウィリアムズか、ボールホール、松田と1対1、俊介も戻ってきています。スライディングで中村俊介、そして松田も行く、上野がカバー、 F マリノスと3人。ここはジャマイカのファウル、ウィンストン・グリフィスです。
上野。ここで前半が終わりました。圧倒的攻勢日本、しかしスコアは0対0でハーフタイム後半に入ります。さあ間もなく後半キックオフです。モロッコカサブランカモハメド5世スタジアム、ハッサン2世国王杯の3位決定戦、今後半のキックオフです。日本対ジャマイカ、2年前98年フランスワールドカップ初出場同士の対戦の時にはジャマイカが勝って日本は中山の初ゴールを挙げたものの敗れています。言ってみればその時のリベンジマッチということにもなるわけです。引き続き後半も風間博さんの解説でお伝えしてまいります。で、後半の頭から上野を下げて15番の奥大輔、それから右を担当していました8番の伊藤照義を下げて17番の三浦篤弘を風間さん入れてきてますが、そうです、やはり前半言った通りサイドからですね、はい、攻める、そういう意味では三浦を入れることでより攻撃的にしようとサイドですね、はい、という狙いがあると思いますね。上野は、ね、すごく良かったと思うんですよね。その時に、まあ、奥も計算できる選手ですから、当然この辺は上野よりももう少し攻撃的と、はい、いう少しのタイプの違いでね攻めていこうというところだと思うんですよね。三浦篤弘、これですね、落下点、シュート決まった、ようやく先制ゴールは後半立ち上がり、今日1対0、トルシエ監督のところに駆け寄りました城彰二です。城、落ち着いてましたね今ね。そして何といっても後半投入したばかりの三浦篤弘からのラストパスになりました。これサイドを突破していくというこのね、今日の本当のサイド攻撃のキーポイントになると言っていたんですけども、それがそのまま出ましたね。三浦篤弘のこの右足から落ち着いてましたよ。ここね、慌ててしまうとボールが落ちてくる前にね蹴ってしまうと浮いてしまうんですけどもね、はい、ここしっかりボール落ちてくるのを溜めてね思いっきり振り抜いてますんでボールが落ちたんですよね。この三浦の攻撃力いきなり行きましたね。一昨日のフランス戦では日本の2点目となります西澤のダイレクトボレーシュートのお膳立てをして、そうですね、やっぱり鳥栖監督もあれでその三浦のサイドの攻撃力というものを確信したと思いますよね。1対0、後半の1分、日本がようやく均衡を破りました。さあこうなると前半に風間さんが指摘されていたジャマイカが崩れて日本があるいはということも考えられますでしょうか。そうですね、ただね慌てずに、はい、何回も言いますけどサイドをえぐってサイドに最終ラインの選手ジャマイカの選手ですねを散らせて、そして中で勝負するという形がいいと思いますね。そういう主導権を自分たちで握るゲーム運びがこの先もできるかどうか。そうですね、ここはジャーメインヒューのボールキープに中村俊輔、あとこれはファールになりました。やっぱりこういう相手でやるときはすごく大切なのが、はい、2点目なんですね。1点入れて、おっとこれ森岡いいカバーしましたね。森岡の対応です。飛び出しはアンドリュー・ウィリアムズ、中村俊輔いなします。中田浩二、1点入れてね、やっと入ったとホッとするんではなくてもう一つ取ってジョー、そして完全に試合をね自分たちのものにしてしまうというこの積極性ですね。これもこれから問われる時間帯ですよね。とにかく2年後、2002年は開催国、予選がありません。そこにこれはチャンスになる、打っていった、キーパー弾く、ギリギリクリアか。これも大きな積極的に出ていきましたね。これが上野と違うタイプの選手を入れるという意味なんですよね、はい、奥大輔の飛び出しです、はい、このシュート中田もねいいタイミングでパス出しましたよ。起点は中田秀俊からこのパスです。まだ相手の方がね前にいるんですけども、奥のスピードに乗ったことを確認してのパスなんですよね。そして西澤も打てはしませんでしたがルーズボールのところにきっちり詰めています。よく詰めてましたね、今回この西澤ジョンもそうですけどもすごくセンターフォワードのポジションがいいですね。ゴールに一番近いところ、ゴール前にいるといかにこれが大切かということですよね。これを2試合フランス戦そして、ジャマイカ戦前半を通して見せてくれてますよね。ナナミボールホール、ここも日本のディフェンス陣森岡が落ち着いています。いや本当にね森岡のカバリングいいですよ。奥と中田秀俊、ここはアンドリュー・ウィリアムズか、打っていく、カ
川口義勝がっちり抑えました。この辺ね、少し気をつけた方がいいですね。全体がもう1点取ろうというイメージで今かなり積極的にやってますんで、準備ですね、攻めているときに最終ラインはしっかり準備しておくべきでしょうね。中盤の選手は少し1人置いておけばいいと思うんですけどね。差もないと今のようにスコンとやられてしまうと、はい、そういうこともありますからね。ここでダブスに対するイエローカードです。中田英寿に対するファウルです。奥ファウル、ファウルで潰してきますジャマイカの守り。森岡上がってきている、放り込んでいった、飛び込んでシュート。いいですね、中村俊輔、これです。前半指摘されていたこういうシュートのイメージ。そうですね、それと今こぼれ球拾ってですから、はい、厚みのある攻撃、一つで終わってないんですよね。一戦目が行ってその後にもう一戦出てきますから、ここはいいですね。ここはキーパーややミスキックか。つなぎますジャマイカですが、奥、いいですね、積極性がいいですね。特に前半少しこう嫌なモードでしたよね。攻めてはいるんですけども、なかなか最終的な仕事まで行ってないというところで、三浦奥2人を入れたことでチーム自体が動き出しましたよね。三浦篤弘から中村俊輔、そして中田浩二、これはゴールキーパーです、アーロン・ローレンス。その前は中村のシュートで終わった場面は森岡が右サイドオーバーラップしてクロスを入れましたよね。今度は中田が逆サイドで上がってクロスを入れてますよね、はい、後ろからのこの押し合いもいいですね。あっと、しかしここはまた日本人数少ないか、3バックが戻っています。アンドリー・ウィリアムズ、後ろからスライディング奥、ウィリアムズ小兵動き回る、中田浩二、しかし相手に渡したダブス、ちょっと中盤が広がってますね。ジャーメイン・ジョンソン、シンクレア上がってきている、シンクレアルックアップ、さあどうするどうする、前に送るか、ジャーメイン・ジョンソン、センタリングは中途半端になってしまいました。しかしまだジャマイカボール、シュートか、打っただけ、クリストファー・ダブス。今少し七海がね、1人中盤でいたんですけども、最終ラインの押し合いが遅いのか、最前線の選手が、まあ、当然ですけど上がりすぎているのか、それが少しバランスが崩れているので、はい、七海が一人で守らなければいけないそのスペースが大きすぎましたよね。そして後から選手が戻ってきたんでね、バランスが崩れましたね。この辺の準備だけ、ディフェンスと中盤の一人、今では七海ですけども、この辺をいかにコミュニケーションを取って密にしておくか、これが逆に言うとカウンターを未然に防ぐというバランスだと思うんですよね。ここもジョーのヒールから中村俊輔、中田英寿、中村へというイメージ。攻撃は本当に動き出しましたね。ただその分、まあ、三浦を厚木を入れた、奥大輔を入れた、はい、で上野を下げた、七海一人の負担がということなんでしょうか。当然なりますね。ですから、まあ、ディフェンスラインもう少し上げてもいいと思いますけどもね。ディフェンスラインを上げることで、はい、中盤のスペースを少し縮めてあげると、それによって七海が今度はプレッシャーをかけやすくなるというところだと思うんですよね。あれどうしたんでしょう。ここでマリのベカイエ主審はイエローカードを出しました。シンクレアです。プレミアリーグのレスターシティでプレーをしていますシンクレアなんですけども、これなんでしょう、スローインを巡って支援行為なんですかね、ということでしょうか、はい、さてここでメンバー交代です。ジャマイカなんですが、ジャーメンヒュー中盤の選手を下げてステファン・マルコムをどうやら入れるようです。2番のステファン・マルコムです。この選手も日本戦スターティングメンバーとして出ていたディフェンダーの選手です。おとといのモロッコ戦でもスタメンで出場しています。ステファン・マルコム30歳です。この人も小柄、174センチ。さあプレーリースタート、前半、後半のまもなく9分です。1対0日本が1点リード。拾ってセンタリング、空振り、ペナルティーエリア内、なんとか必死でグリフィス抑えて前へ、誰もいません。スローイン中田浩二、今ねシュートまでいけませんでしたけども、今もそうですよね、センターの西澤に入った時に後ろから中田あるいは他の中盤の選手がサポートしましたよね。森岡、中田英寿、奥がすぐ近く、
中村俊輔が中央中央という感じなのか、七海、中田浩二、これは合いませんでした。まあ、ご存知の通りジャマイカはプロリーグというものが存在しませんで、イングランドなどでプレーをしている選手はいるんですけども、基本的にはまあ言ってみればアマチュアのような存在。そういう国の代表チームと FIFA ランキングが同じというのもなんだか妙な気がしないでもないんですが、FIFA ランキングの基準はなかなか難しいですからね、そして2年前にはこの国を相手に敗れています。ワールドカップの舞台、日本は2年後星得国です、はい、やってみなければわからないのがサッカーですけども、間違いなく、ね、力をつけていくことは必要ですからね。力をつけていろんなスタイルのチームと戦って、そして一つ一つ学んでいくと、そしてそれがチーム力になるということですからね。そしてまた日本国内のホームゲームだけじゃなくて、こういうアウェーゲーム、その通りですね。このモロッコの大地カサブランカモハメド5世スタジアム、中田浩二が拾います。中田英寿へちらっとアウトサイドを見た、前に送る。日本はこの後、今日のこの試合を終えますと日本に戻ってきて、スロバキア戦、ボリビア戦と2週また A マッチが待っています。グリフィス、ウィリアムスはたまらず中盤に下がってのプレー。ダブス、ホールがはたく、ウィリアムス、松田が積極的なディフェンスしましたね。中田英寿、西澤にはクロード・デイビス、倒されます。スピードの変化をつけてね、うまく入れ替わりましたけどもね。さあフリーキックです。日本中田英寿がボールを拾いに行きますが、七海と中田とどうきますかこれ。そうですね、まあ、中田もね、先ほど逆サイドもありましたけども、キーパーから離れていくボールも蹴りますよね。七海が来たか、ヘディング、決まった、決まった、ジョーが2点、2点目もジョー、2対0です。いいヘディングでしたね。結局は七海の左足でした。キーパーからね、離れてくボール蹴りましたね、はい、そして落下点、ポストの内側に当たって変化した感じですかね。これそうですね、これ前は森岡ですかね。ああ、ジャンプしてますね、はい、その後ろから入ってきたジョーですから、ボール見にくいと思うんですけどもね、これ難しいシュートですけども見事に決めましたね。ヨーロッパホットラインで決めた2点目ということも言えるかと思います。七海からジョー・ショージへ、2対0ジョーの2ゴール、日本2点のリードと変わりました。2対0です。日本対ジャマイカは2対0ジョーの2ゴール、リードが2点と開きました。さあここで日本メンバーチェンジ、柳沢を投入、西澤を下げます。柳沢に出番が巡ってきました。そうですね、柳沢篤史、おとといのフランス戦では後半の最後の方に投入されて、わずかな時間ですが出場。今日が A マッチ9試合目、まだそうですね、代表 A マッチではゴールありませんね。柳沢ですね、柳沢は、ね、やはり前にスペースがあるときはすごく強いんですけれども、はい、こういう中、前になかなかスペースがないときにどのような仕事ができるか、ここも一つ、ね、彼にとっては大切なところですね。柳沢とジョーの2トップにこの時間から変わっています。手元の時計は後半の18分を回ったところです。日本対ジャマイカは2対0そういう意味では、ね、ベンチで今日の試合を戦況を見ながら
自分が出た時のイメージは作ってあるはずですからね、はい、その柳沢戻して並び中村俊輔奥三浦敦弘奥シュート場内でこの後の決勝戦モロッコ対フランスを待ちきれないモロッコのサポーターが笛を鳴らすもんですから我々もつい勘違いをしてしまうんですが徐々にお客さんが増えていきますカサブランカモハメド5世スタジアムまずは3位決定戦日本対ジャマイカコーナーキックになります中田秀俊浅いところに日本の選手がその間にジャマイカのメンバー交代あシンクレアを下げて24番ファビアン・デイビスを入れますさあ中田ヘディング並みこれはクリア三浦敦弘決まった3点目日本これでもどうでしょう柳沢にあるいは当たったような早かったですからねしかし何といってもこの三浦敦弘のいずれにしてもシュートがまあゴールの原動力なんですがもう一度これスローが今出ていますそうですね七海がヘッドで返して合わせましたね相手のクリアボールを三浦敦弘これ早く積極的でしたねあ変化して柳沢のゴールかいずれにしても3点目日本3対0に変わりました日本対ジャマイカは3対0に変わっています後半に3得点さあそしてジャマイカがまたメンバー交代ですマイケル・ジョンソンを下げて24番のクリフトン・ウォーですねが入っていますさあそのジャマイカのクリアです中田秀俊前が空いているドリブルそうですね柳沢戻して中田秀俊悪い選択ではないんですけども柳沢、ね、今の柳沢はい、やっぱり初めのタッチがもうすでに外行ってますんでね、やっぱり中に止めて自分で点を取りにこの勝負ですねこの勝負をやってほしいんですよねさてここで久保です後半の25分そしてジャマイカもまたメンバー交代ジャマイカはジャマイカでいろんな選手を試そうということのようですけれどもジャマイカはオニール・スミスがスタンバイしています日本はジョーを下げて久保竜彦投入です久保もね見てみたい選手の一人でしたよねそうですね足の骨折から復帰して果たしてどんなプレーを見せてくれるかそしてジャマイカの方もオニール・スミスを下げてオニール・スミスを入れてジャーミン・ジョンソンを下げています久保竜彦去年 の, あの秋ですね腓骨を骨折して、しばらく戦線離脱していたんですけれども復帰してそれからが J リーグでも大活躍そうですねちょっと怪我からの復帰で長引きましたけどもねそうでしたねさあその久保代表ではこれが3試合目の出場いずれも途中出場ですトルシエ監督になってから A 代表に抜擢されるようになりましたサンフレッチェの久保竜彦投入されています柳沢敦史と久保竜彦の2トップに今なっています中田からスルーパス三浦敦弘さあどうだニアサイド柳沢敦史ですが合わせられませんでした中田が中にね行きながらちゃんと相手の外見てましたよね、ここからですね、これ三浦のねサイドからのこの素早い上がりこれ効いてますよね今日は本当にさあコーナーキックショートコーナー中村俊輔中田打っと
三浦篤弘が打たない切り返すスルーパスの形ナナミこれに柳沢柳沢篤今のねゴールに向かってのプレーこれいいですよね押せ押せです日本スコアは3対0です日本対ジャマイカ2年前のリベンジマッチということも言えるわけですが今日は3対0日本が圧倒的なリードシュートを打っていくもうこの時間帯は押せ押せ途中投入の今は柳沢久保の2トップその柳沢のシュートです柳沢前積極性出てきましたよね、はい、どんどんたくさんシュートを打てばいいと思うんですよ中田英寿ここは奥の飛び出しでしたオフサイドです中田にボールが入った時はねどんどん選手出てきますよね奥が出てくる中村俊輔も出てくる三浦篤弘もいるそして2トップ久保に柳沢七海もタイミングさえ合えばそうですねそういう意味ではすごくポジションチェンジが、まあ、流動的に行われてますしねその規則性を失ってませんのでねさあここで三浦和義投入七海を下げました手元の時計後半の29分和投入ですああ和ですこれでまあフォワード3人ですからねそうですね果たしてこれでどういう形に持ってくるのか、はい、トルシエ監督のその構想ですが三浦和義これで代表 A マッチ91試合目トルシエ監督の下では5試合目の出場ということになります後半の30分を経過しました3対0です和が中央体ごと飛び込んでいきますがここは合いませんでしたしかしまだボールは三浦篤弘奥森岡ダイレクトで柳沢柳沢ああ中村俊輔奪われてしまったカウンターに一塁の望みというところがジャマイカ七海が、ね、いませんからね、はい、そうですね、ちょっと、ね、気になるのはここなんですけどもね、ちょっと遠慮して動いてるんじゃないかと思うんですよねあ今その久保のところへという前にオフサイドのフラッグ遠慮ですかあのね自分のポジションを取ればいいと思うんですよ、はい、自分が最もボールを奪えるポジションをどんどん取っていけばいいと思うんですけども周りの選手が動いたのを見て動き出すんですねですから彼本来のやっぱりポジションではないところに位置しなければいけないというプレーも多いですねなかなかまあクラブサンフレッチェ広島でやってるようにはいかないと、はい、ですからねそこは遠慮しないどんどんやればいいと思うんですよね、まだ代表何しろ3試合目ですさてその間にジャマイカですクリストファー・ダブズを下げますデュエン・リチャーズを投入します代表の中でこう合宿なりプレーができるのは楽しいと、はい、彼流のそのボソボソっていう、受け答えで答えてはくれてるんですけども久保達彦ものすごく真面目でね、はい、吸収力ある選手ですからやっぱある意味他の選手より三浦篤弘かチャンスですね柳沢やや力がないか動きはでもいいですねあとやっぱりね柳沢にもう少しその落ちてほしいなと思うんですよね特にゴール前、はい、テクニックあるわけですからそこでとにかく入れなければ打たなければではなくて自分の持ってるテクニックそれが今どのテクニックを使ってシュートを打つと最も有効なのか落ち着いて考えるそうなるとね彼は最も得点が取れると思うんですよねそうですか落ち着いてるように見えるんですよね、やっぱり、ね、まだテクニック持ってますから、はい、何でもほとんど同じようなタイミングで同じキックをしてますけどもいくつかのね彼種類持ってるはずですから相手をこういなすようなってでもいったらいいんでしょうか、はい中田がいい飛び出しですね中田英寿さあここはカズ押し込んだ押し込んだ押し込んだ三浦和義秀からカズこれがカズのテクニックでしたね4対0です、はい、後半の33分中田英寿のこのサイドえぐったところからグラウンダー足元これも2人でこの合わすところがねまだ誰もいないところなんですけども中田が見つけたスペースとカズが見つけたスペースこれが一致しましたよね
これで日本代表で数は56ゴール目ということになりましょうか。トルシエ監督の下ではブルネイ戦の1ゴールのみでしたので、トルシエ監督になってからは2ゴール目、いずれにしても三浦和義がダメ押し点ということになるんでしょうか。そうですね、4点目が入りました。日本対ジャマイカは4対0です。後半1分、はい、今のような、ね、力を抜いたシュート、これ数らしいですけども、やっぱりこの辺は、ね、柳さんにも見つけてほしいなと思いますよね。そうですか。せっかくの、まあ、これなかなかトルシエジャパンではよほどでなければ見られない3トップのような、はい、柳沢、久保、今そして三浦和義、今ゴールを挙げたばかり、この3人新旧のフォワードストライカーたちが同時に今プレーをしている状態です。ただ久保がね、やっぱりどこのポジションを取っていいかわからないんで、はい、個性が出てきませんよね。あ、我々が見たいのはね、久保の本当の身体能力なんですけどもね。そうですね。柳沢敦、ドリブル、カズが行く、久保はどこだ、向こう側にいる。そういうのは、まあ柳沢はそのシュートに持っていくまで自分の形っていうものを追求して出してますんでね、すごく積極的なプレーでいいと思うんですけれどもね。ウィリアムスから、久保にもやっぱりその積極性欲しいですよね。まだ多少その合宿なんかでも選手たちと話をするのに遠慮しているというような話も聞きますんで、はい、そうですね、やっぱりもうすごく真面目な子ですから、はい、選手ですから、そういう意味ではその辺を逆にスタッフ陣がもっとフォローしてね、これをすればいいんだってものを与えたら僕もっとよくなると思うんですけどもね。まあ、ある意味ではこれ一昨日のその西澤は、はい、ある意味ではブレイクをしたという、ことなんだと思いますけども、やっぱり久保にもブレイクをしてもらわないとというところなんでしょうか。当然そうですね、すごい武器になるはずですからね、はい、もう身体的なものを一つ一つ技術を持ってももうものすごいレベルにある選手だと思うんですよ。ただやっぱりサッカーというものはいつどこでそういうものを発揮するか、これが分かってないと個性が出ないで終わってしまうというところなんですよね。その秘めたる才能を爆発させるときはいつか久保からです。はい、おっと、これは後半の間もなく36分、スコアは4対0。後半1分、三浦敦弘からジョー・ショージのワントラップを落として落ち着いたシュートで先制。後半13分には七海のフリーキックをジョーがヘディング、ポストに当たってのゴールで2点目。3点目は後半20分、中田英寿の左コーナーキック、ファーサイド七海の折り返し、相手のクリアを三浦敦弘のシュートが柳沢に当たってのゴールで3点目。そして後半33分、中田英寿左へぐってセンタリングをニアポストで三浦和義、入ったばかり押し込んで4点目。4対0となっています。日本対ジャマイカ、ボールホール、中村俊輔、決して好きではない、得意ではないディフェンス、あ、これは失礼、20番のグエン・リチャーズですね、失礼しました。中村俊輔もしかし、まあ、クラブの時と違って代表ではある程度自分を削って犠牲にしてでもやらなきゃいけないことがあるという、あ、ジダンが見ています、リラックスしてますね、ついにジネディーヌ・ジダンはこの後のモロッコとの決勝戦に臨みます。しかしいつかもっと本気を出したフランスと我らが日本代表との試合を見てみたいですね。そうですね、今ジダン映りましたけども、はい、やっぱり本気になった時のジダンはやっぱりすごかったですよね。はい、個人技、はい、パス、シュート、はい、得点もそうでしたね。もうボールはね、初めて全然取られずにすごくうまくやってたんですけど、彼が本気でゴールに向かってきた時はやっぱりすごい迫力がありましたね。デサイがいます、デシャンがいます。柳沢、中村俊輔、カズがいる。この中にでも今久保が絡んでなかったんですね。そうなんですよね。ですから彼の課題点はいつどこにいなければいけないのかという、これ自分の判断も必要なんですけども、やっぱりチームとしても彼という選手にその、まあ、この久保という選手に、ね、その役割をはっきり明確にしてあげるということもこれ大切じゃないかと思うんですよね。三浦敦弘から中田英寿、ダイレクトで柳沢、ここも柳沢です。ですから他の選手はみんなが自分が何を期待されてこのピッチの上に立っているかということがある程度分かっていると思うんですけどもね。久保とトルシエのまだその辺の一致がなかなかないんじゃないかと思うんですよね。そうですか。久保はここにいます。
久保、奥、中田英寿、柳沢へ、飛び出しいいですね。向こう側カズ、これはカズ、ゴールキーパーハイボール、ローレンスが抑えました。これちょっとボール合いませんでしたけども、あの柳沢の飛び出し、そして中央のカズのポジションいいんですよね。ですから久保ここに絡んでほしいんですよね。今の場合だったら久保はどうすればよかったんですか。やっぱりそのカズが逆サイド引っ張ってましたんで、はい、その間に飛び込んでいってほしいんですよ。真ん中から、はい、例えばそうですね。ですから役割がね、分からないとギアチェンジできないんですよね。いつ走り出すんだ、いつトップスピードでプレーするんだというね、このメリハリがつかないんですよ。後半の39分を回りました。今よそして決勝戦の時を待つフランス代表イレブンがこうしてちらちら映ります。ファビアン・バルテズも映りました。モナコからマンチェスター・ユナイテッドの移籍で話題になったバルテズを日本代表を慌てさせたわけですからね。そうですね。三浦敦弘です。カズがスーッと行っています。カズからここはファビアン・デイビス、久保、久保のチェック、柳沢も詰めます。今ね左サイド出てるんですけども、はい、奥から柳沢です。久保はすぐ近くにいる。ただ久保ねずっと止まれないでしょ、はい、サッカーでの、仕事が整理できてると止まって出る止まって出るの繰り返しなんですよ。それがずっとこう動きながらっていうのが迷いなんですよね。要は動きっぱなしているのはその証拠であるということですか。そうなんですよね。ですから逆に言うとちょっとかわいそうだなと思うのは、久保に何を期待して出したのかなというところだと思うんですよ、はい、でやっぱり我々が見たいのはゴールに一番近くにいる久保ですよね。奥狙わないで開きます。これチャンスですね。中村俊輔、ニアにはカズがスーッと行く。相手を引き連れている。ここは足元ボールホールが触ってきてというマッチアップになりました。スローインそのまま中村俊輔から、久保は今中央、中田英寿から狙っていったか。自分で意表つきましたね、この辺のアイディアは面白いですね。さすがですね。浅いところ柳沢、久保あたりに出して合わせるのかとも思ったんですが、はい、後半の41分回りました。コーナーキック4対0大量リードの日本です。ジョーの2ゴールに三浦敦弘のシュート、柳沢が触ってのゴール、そして中田のセンタリングをカズのゴールという4得点です。もう行ってみたいですよね。そうですね。たくさんのお土産を日本に持ってきてもらいましょう。モロッコカサブランカモハメド5世スタジアム、中田英寿大きく上げた。ここは流れてしまいました。まあ、どうでしょうね、狙いが違ったのかミスキックなのかちょっと分かりませんけども、みんながニアサイドに走りましたね。今ボールアップを押し上げてきましたけど、まあ、中田英寿それから七海城というのはシーズンが終わってしまっているわけでして、その辺の難しさはきっとあるのかもしれません。国内でプレーをしている選手たちは J リーグのファーストステージを終えたばかりです。ただの奥、三浦、そしてカズ、途中から出てきた選手、柳さんも含めてですね、はい、がやっぱり途中から出てきた、要するに役割してますよね。90分、まあ、90分じゃないですけども、ずっと今まで戦ってきた選手の運動量と同じじゃないですよね。ですからすごく入れた選手がいい働きをして活躍してますよね。その辺をまあ、いろいろ去就が注目されているフィリップ・トルシエ監督の采配というこういう切り口からご覧になるといかがですか。そうですね、それはまだまだ、ね、これからもっと試合を見ないとわからないと思うんですけれども、一人一人が積極的にサッカーをやりだしたなという感じはしますよね。そうですか。今までどうしてもこう迷っていたかなという日本代表を見てましたけども、ここに来て一人一人が、ね、もう積極的にとにかくやるんだという気持ちが随所に出ているなというのはすごくよくわかりますよね。はい、あとはこれを持続して日本に戻ってきてのスロバキア戦、ボリビア戦につなげていけるかどうか。そうですね。そしてもっと先に大目標があります。はい、オリンピック代表はシドニーの本大会もあります。そして当面は10月のアジアカップの本大会もあります。レバノンで行われます。
そして何といっても2002年のホスト国であることを忘れてはいけません。ただね、いい試合を積み重ねることでチームがイメージができてきますんでね、チームにその辺を一つ一つ大事にしてもらいたいですよね。三浦敦彦がこれは狙うでしょうか、フリーキック。そのまま行った、思った通りにはいかなかったですね。でもこのぐらいの距離からね、彼は十分狙えますんで。このモロッコではこの三浦敦彦は少なくともいい思い出の2戦ということになるんでしょうか。いずれも途中投入でどちらも点に絡むプレー。そうですね、点にも絡んでますし、いい規定になって、本当に迷いがないっていうんですか、自分の役割をしっかりこなしてますね。自分を使ってくれれば絶対仕事はするんだと熱く語っていた三浦敦彦ですが、さあここはカウンターになるか、ジャマイカシュート。いや、疲れましたけどね、久しぶりに川口義勝が慌てるシーンです。まあ、キーパーというのは大変なんですね、こういう日のキーパーというのはね、集中力、はい、この持続がね。ルウェイン・リチャーズが裏を取ったプレーです。さあ残り時間がほとんどありません。こうなったら当然完封を狙いたいところです、日本。当然そうですね、4対0の大量リード、日本代表です。まあ、このままいけば2年前のあのワールドカップで2対1で敗れた時のそのリベンジという意味では大成功なのかもしれませんが、あっと中村俊輔、ここは奪われた。中村俊輔、これは体で防がれます。ここで試合終了です。大歓声の中、結局日本対ジャマイカは4対0大量得点で日本圧勝で3位です。監督、本当におめでとうございます。今日の試合の感想を一言お願いします。La partie en elle-même et la conclusion, je dirais, d'une bonne préparation et surtout l'aboutissement d'une étape qui a commencé il y a déjà 6 mois. Et on a vu aujourd'hui les fruits d'une équipe qui est en train de naître, qui se crée, qui se renforce dans ses automatismes. Et c'est ça qui est intéressant à travers ce tournoi. で、すぐやっぱりセンタリングが得点につながってよかったです。オルセイさんからどんな指示を。いや、この間の試合がすごい良かったって褒められたんで、この間の全く逆の番を 右サイドでやってくれってことで。いや、素晴らしい勝利でしたね。まあ、前半ね、ちょっと出来が悪かったんで、監督からだいぶハーフタイムのね時にだいぶ勝ち入れられて、まあ、みんな後半ねだいぶ動き良くなったんで、本当4対0ということでね、本当完勝で良かったです。監督からの指示は。僕にですか。いや、もう前の仕事だけで特に特別なことはなかったですけど、まあ、チームがもう 3-0 で勝ってていい流れだったんで、比較的楽に入れました。まあ、ジャマイカ戦でね、2年前のことはもちろん忘れませんからね。だからそういう意味でも、まあ、非常に気持ち的にもやっぱりね、彼らに勝ってたんじゃないかなと思うので、こういう結果が出たと思います。